遊んでプリキュアにスタートインプルプリキュアの新しい計算遊びが登場。今日はプリキュアの計算遊びで遊んじゃうよ。キュアコスモが新しく登場したんだね。簡単か難しいかを選ぶよ。まずは簡単な方に挑戦。どんな問題なんだろう。ハテナに入る答えを選んでいくよ。よーし、頑張っちゃうよ。まず1問目、スタート。3たす1は？簡単簡単。答えは4だよね。正解。2問目、6たす2は？6に2を足すと8。正解。3問目、2たす2は？2に2を足すと答えは4。正解。4問目、2-1 は？ここから引き算になった。2から1を引くと残るのは1。答えは1だね。正解。5問目、1たす4は？1に4を足すと答えは5。正解。6問目、1たす3は？1に3を足すと答えは4。正解。7問目、2たす3は？2に3を足すと答えは5だね。正解。8問目、4-2は？4から2を引くと答えは2だね。正解。9問目、キュアコスモが出現。9から1を引くと答えは8。正解。10問目、3たす4、3に4を足すと答えはどれかな？そう、7だね。正解。やったー、全部正解しちゃった。今回は100点だよ。すごいね、おめでとう。嬉しいな、キュアスターに褒めてもらっちゃった。ご褒美に壁紙プレゼントだって。やったー。どんな壁紙なんだろう、ちょっと見てみようっと。うわー、プリキュアたち大集合の超かわいい壁紙だ。キュアミルキュアスター、フワにキュアコスモにプルンスにキュアソレイユにキュアセレーネ、みんな大集合の壁紙ゲットしちゃったよ。パソコン用スマホ用があるからみんなも確認してみてね。そう、もう一度挑戦。今度は難しい方に挑戦するよ。難しいにチャレンジ。よーし、今度はどんな問題が出るんだろう。みんなも一緒に答えてみて。スタート。1問目、掛け算なんだ、難しいね。みんな掛け算もう勉強したかな。 2×8 は2816。8が2個、2倍ってことだよ。やったー、正解。間違えないよ、頑張ろうっと。40÷8 は？ 40 を8個に割ると1つの塊に何個あるかなっていう問題だよね。この場合はこことここを掛け算すると、ここの40になるものを選べば大丈夫なので、 8×5 は8×5=40だから40になるので、ハテナの部分は5。正解。やったー。63÷7 は、難しいね。さっきと同じようにこことここをかけてここの答えになるようにすればいいので、75だと35でしょ。で、7×63だから9だね。わーい、正解。4問目、4×3 は4×3=12、12だね。掛け算と割り算みんな勉強してるかな。もう勉強したよっていう人はグッドボタンを押してね。2×50。やったー、正解。54×6 は54を6個に分けると1つの塊が何個かな。こことここを掛け算して54になるのを選べばいいので、
65じゃないね、6、54、6が9倍で54だから答えは9。正解、やった。7問目、301は3を1つの袋に入れると袋の中に入ってるのは何個かな。答えは3だよね。やった、正解。8問目、30÷6は36等分すると1つの中に入ってるのはいくつかな。 6×6530 だから5だね。正解。9問目、28÷4は28を4つに分けると、こことここをかけて28になるのは4728432520だから7だね。正解。10問目、4×2は4を2倍すると、4の倍にすると答えは8。正解。やった、今回も100点やったね。おめでとう。割り算の問題がちょっと難しかったね。うん、でも100点取れてよかった。みんなもぜひぜひプリキュアの計算遊びやってみてね。これはさっきと同じ壁紙だね。難しいはちょっと難しいけど、チャレンジしてみるとお勉強にもなるし、プリキュアたちとも遊べるし、すっごく楽しい。みんなもぜひぜひ計算遊びしてみてね。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。やった、正解。問題は毎回違うみたいだから、何回かやってみるとすごくお勉強になるよ。掛け算と割り算、習ったことがある人も、まだやったことがないよっていう人も、お勉強してみるといいかも。正解できると嬉しいよね。やった、またまた全問正解だ。嬉しいな。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。